です。今日はですね、スラップベース中級者向けチップでできるハッタリフレーズやっていきたいと思います。オクターブを中心にルート音を移動しながらゴーストノートを入れていくフレーズをやっていきたいと思います。手癖にしてみてください。今日はね、 F シャープ2フレット余弦の2フレットからいきます。2フレット5フレットA に行って次 B7 フレット B に行きます。ルート音は F シャープ AB って感じで行きます。でこれをなぞりながらゴーストノート入れたりオクターブでリップル入れたり、やっていきます。ちょっとゆっくりいきますね。こんな感じですね。まずね、開放弦でハンマリングで F シャープでいきますね。ドワーっていきます。ドワーツーっていきます。開放弦人差し指でハンマリング2フレットを仕込んでサムゴーストでちょっとパチンとゴーストノープっていう打撃を入れて次にプルの用意をしておきます。パッて打撃音を入れた時にもう次人差し指プルの用意、ワーツワーツでいきますね。ワーツ、こっからちょっと難しいんですけどツタンツっていきます。これちょっとパラリズム入ってきます。
マリングしてプルと、そういう感じです。ここまでテグスで一緒です。してんのはちょっとベースソロっぽい感じを出すため、ちょっとね味を出すためで、あとスライドダウンっていう感じです。という感じでやってます。ちょっと皆さんも一緒にちょっと手癖にしてやってみてください。ということでありがとうございました。さよなら、さよなら、さよなら。マッキー流モテるベースメルマガはこちら、 YouTube マッキーチャンネルもよろしくね。